するしない？それでは今回の匠ご覧ください。ラン3曲開始です。皆さん手配を開けてください。ドローピン、親がやってきました。ハイパイがこちら。そうだね、まずなんとか、はい、レンちゃんの望みはつなげそうな手ですね。まあドラはないんですけど、はい、これはどこをやっぱりビジョンとして、あの11枚単ヤオハイなんで面単ピン、はい、狙いましょう。でやっぱり泣かれ、自分がリーチはしたいんで泣かれたくないやつから切ります。誰かのダブなの。はい、もうね、ナンチュンハク切っていって、はい、とりあえず13枚全部単ヤオハイにしてからさあどうしようかなっていう風になると思います。ローソー来てほしいですね。そうだね、ローソーとかウーピンローピンあたり、ウーピンだとドラだし、ローピンだと3色の種だし、ね、まあ6チッパーにも残しますね、はい、なるんで、こういう手の思考で、はい、どこから泣きはいるのかなっていう判断。やっぱり展望状況を見ると、うん、6600、もう捨て牌3段目からですよね。あ、じゃあかなり面前で粘って、うん、そうですね、で頑張ると、はい、1500とかを上がってても、もうしょうがないんで。確かにそうですよね、はい、上がり率、お、6チッパ見えてきたね。泣かないぞ。本当に泣かないです、はい、今回周りも普通ですね。普通ですね、足牌と手牌、はい、そうですね、自然に進めているように見えます。うん、ドラが来ても嬉しい。ローピンを引いた。そうだね、面単品でもいいからね、無理に3色じゃなくても。何これ、積み込んでないこれ。でこれコメント荒れるんで嘘はダメです。ね、積み込んでないです。やらせみ、何これ。だってやらせだったらもっとどうにかなってます。まあ確かにね、こんなに沈められてないな、こんないじめられてないですよ。ガチすぎて引きます。待って、すごすぎてやばいよ。まあまあまあ、あと1点か、ここから止まるのはキムさんですから。まあ確かに。おい、さあ仕上げまでいけるか。シャン、酸素パスとあんこがかなり不服ですよね。でも基本はリーチなんですけど、リーチ打った方がマシなんでリーチするんですけど不服ですよね。ほんとせめて急走でもいいから打点が欲しいですよね。なのでそういう未来もあるんで、はい、ウーピンとか引いたらもうバーピン切っちゃいます。3色は諦めます。やはり、はい、3色よりも、3色のリャンハンはなくなるけどね。まあピンフが両面が保証されるんでね。ピンフとドライチだったらもう同価値ですよね。そう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 、いや、このイシャンテンがいつ頃張るのか、ここまで。うわ、あれ、もうね、これリーチの方がマシなんでリーチするんですけど、なんかテンション下がっちゃいましたね。めちゃくちゃテンション下がりますよね。もうそれ以外はでもないですよね。リーチ、はい、はい、かけました。それの全部の思考込みで話した結果、袖がやってきましたね。あの、はい、手代わりの牌が少ないんですよ。これはテンパイはず取らなかったところで、ローキューソかウーピンかぐらい、チーピンはね、そもそもメリーズもタンヤオで上がりを逃した変化になっちゃうんで、まあでもチーピンもか、まあ、4種類とかはね、もう変化としてはかなり少ないです。このラス名の親のリーチって周りからするとかなり行きたくない、はい、そう、向かいたくない、そう、勝手にしてくれ、それがやっぱりリーチ打つメリットですよね。この手をテンパイ取らずして3種類4種類の牌を待ってる間に、はい、子供たちはまっすぐ手を進めてくると。子供たちはね。それがあまりにも損なんですよ。なのでリーチした方がマシなんですよ。もうその思考も込みでここはリーチと、うん、でちょっとね、うん、あの満足いった形じゃないかもしれないですけど、うんうん、やはり対応してるように見えますね、周り。普通はね、誰も押せないですよね。ラス名の親の7巡目リーチっていうのは体感9割ぐらいはもう折りになりますよね。たまに押してくる人、はい、ドラがねあるとか
まあまあまあ情報がね見える何かがあるなら、うん、でもこうなるとあとは積もれるか積もれないかになりますね、はい、そうだね、うん、放送映えはしないかもしれないですけどでもいや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 何考えてるかはなるべく喋りますけど、やっぱり9割はもう折りになります。1割ぐらいの人はと1割ぐらいの確率で押し返したまに入りますよね。だから子供3人はそれぞれね親に降りるのは絶対で、押し返しがないかを多分ね見てるでしょうね、他とのバランス、うん、自分は降りるけど子供たち懲りの2人は押し返しあんのかなっていうのをね見ながら現物を打たれています。いやこれ待ってたら悲惨なことになってたで、何にもしませんね、何にも引かないまま多分ね誰かからのリーチとか受けてるだろうね。これなんですよ、本当手代わりが3種4種程度では、麻雀牌34種類あるんで4種類5種類程度待ってても日が暮れるんですよ。いや本当に暮れ始めてました、うん、よかったです、うん、こねなくて。そう、うん、下茶の言いそうは今無筋ですね。そうですね、うん、何か理由が手の中にあるのか、それとも前向きに言っているのか。可能性としてまず一番高いのは、安牌が増えない、みんなが降りてると安牌が増えないで、はい、手詰まってるが一番可能性高いです。なるほど、現物がもうないと。確かにそうですよね、はい、筋です。 C1 苦しんでそうです ね、苦しんでるからといって出るような街じゃないのがちょっと残念ですけどね。うん、今回ちょっともうあれだけ対応されると山にどれくらいいるかも全くわからない、ね、全くわかんないですね、うん、一応待ってたらこのまあ、待つって天牌取って待つか天牌外して待つかもあったんですけど、天牌外して待って天牌取って待ってたら数素がね3色になる牌でしたね、うん、ここまでかかってたとちょっと厳しいですね。厳しかったです、まあ、結果論でねどこまで話すかも微妙なところなんですけど、まあそれだけ待っても、うん、少ない 4種類とか変化厳しいからリーチ打って、はい、みんなの足を止めて、はい、そうですね、あとは自分で積もって、うん、裏乗っても万歳ですからね。そう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 、そうそうそう、結構こういうので、うん、じゃあ点数もないし、うん、手役を一生懸命追った方がいいのかって思う方もいるだろうし、確かにね、うん、この、うん、じゃあこれはリーチ打たずに手代わり待った方がいいのかとか、テンパイを取るべきから悩む手ですからね、うん、確かにね、一つの答えをキムさんが出してくれました。そうです、リーチ打った方がマシです、うん、こういう手代わりが4種類前後5種類前後の時は、はい、はい、34種類中の5種類だと何分の1 7分の1とか確率、裏ダラ側の1枚乗る確率の方が高いんですよ本当にこの手をさっさとさっさと上がって裏を1枚乗せる方がマシなんですよ、うん、手代わりを待ってね打点を上げに行くよりも、全て込みでこういった場面状況では無理して3色3色とやるよりはリーチをかけた方が得な場面が多い、はい、勉強になりましたね。あと1回です。ただやっぱり積もって裏の4000ホールはしたいんですけど、あのいやー34分の1いるかないね本当ね、操作されてないね、まあ、操作されてたらね、論争先入ってるんで、そっか、はい、こんなことになってなかった、はい、さあこれ手が詰まってる感じですかね。間違いないね、うん、これ本当みんなベタオリジによくある、ね、安牌が増えないから、もしなんちゃの手にウーピンカンツとかノーチャンスとかあったらねでもそれはもっと前向きに言ってたはずですよね。ないね、はい、はい、いい曲、先輩の方は開けてください。さあというわけで今回は一人天敗、はい、少し増えました、ちょっと戻ってきたねそして親が続きました、はい、増えました、これが大きい一歩です、はい、じゃあ皆さんの手も見てみましょうか。かなり受けていたと思われます。うわー何これ、綺麗ですね、綺麗な手だ、さあというわけでキムさん、うん、親がつながったので次回、はい、大逆転目指して頑張りましょう。もちろんです、まだまだ続きますんで、はい、ご視聴ありがとうございました、はい、次回もお楽しみに。